サラログ。サラちゃんハオ、台湾ハーフのサラでーす。ローレンでーす。ホシャンでーす。今日は3人でイカゲームをしていきたいと思いまーす。やったー。ホシャンはハワイの時のハウスメイトです、はい。ずっとアメリカ住んでて、今年帰ってきました。はい、お願いしまーす。ということで、この3人でイカゲームの片付きをしていきたいと思いまーす。せーい。やるぞ、はい、やるぞ。みんなにこのゼッケンを配りたいと思います。第1話で作ったこのゼッケンです。はい、みなさんそれぞれ自分の番号を取ってください。これ4つ角剥がしたら洋服に貼って。左胸かな。あれは左だね。左だよね。なんかブイーン、粘着力が、あ、全部剥がしたの違うよこれ。こうして、あ、そういうことね。表面を剥がすの。あ、そういうね。ミャオミャオもね、飛行機乗ってきたんだよ。そうだよ。思念をすごいくぐり抜けてきた猫です。かわいいでしょ。韓国生まれのチャイニーズ育ち、アメリカ育ちの、そう、今は日本です。そうです、ね、旅人だね。すごいでしょ。すごいね。こんな猫いないよ、うん、みんなに愛されて。じゃーん、みんなこの番号わかりますか。240 212456。主役のおじさんの番号です。私は性格悪い、うん、もうなんかリッチなもじゃもじゃの女の人の番号で、うんうん、私はイカゲーム見てないけど、なんかすごい可愛い女の子らしい。星ちゃんが好きだ。かっこいい子、死んじゃった子、うん、の番号、の番号らしいです。うん、みんなこの番号でそれぞれ戦っていきます。イエイイエイ。マリット三角とバスの招待状が届いたと思うんですけども、この缶を受け取っていただきまーす。すごい、はい、これ皆さん選んでください、はい、中身全部違うの。中身違います。それぞれね、やりにくいのとやりやすいのあると思うんで。ダラン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 。え、いいの私から、うん、はい、私は足を食いこう。じゃあ私を食いこう。じゃあオープンして何の柄かそれぞれ見せていこうか。はい、はい、せーの。アハートです。家かな。家です。はい。え、待って待って、私が一番やばいやつ。イカゲームのルールは10分以内だったよね、あれ確か。10分以内で割れちゃったりしたら食さシャツ死にますからね。イカゲームでさ、裏技でさ、みんなライターやったり、うんうんうん、裏舐めたり、ペロペロしたりするんだけど、それはそれぞれでやってください。はい。10分のタイマー。10分のタイマーなの。10分だよね、あれ。出来栄えが本当にすごい。もうまんまだね。3時間かかった作るのに。すごい。これってこの中でやるの。この中よ、そう。出してもいいの。ここはここはここはいいよ、別にどっちも。スタート。やったことないのかな、これ。私はまず裏から見る作戦だかな。あ、なるほどなるほど。なるほどな。裏から見る作戦。あ、なるほどな。え、だからなんかあったっけ？裏にさ、ね、跡がちょっと見えてるから、はいはい、最悪裏ずっと舐めとけば。舐めるし、私超爆笑あったんだけど。マジで。あ、摩擦？え、嘘でしょ？マジ？ちょっとでもさ、かけちゃったりしたら射殺だっけ。うん、せっかちな性格ってダメだよね。せっかちしてみようかな。おいしい。ボタンの味だよね、うん、ペロペロ作戦で取れる理由がわかるかも。だって薄くないね。うん、おいしいこれ。ねえ、ハートじゃなくない。よくわかんない。作り続けてる人いるんだけど、くっつけちゃおうかなって舐めて。あ、そしたらもう別に失敗とは言わない。舐めて削る作戦。舐めて削る作戦。え、終わった。ああ、言って、もうみんな崩れてるから。もう、あ、もう亀裂しちゃったの真ん中に。ハートの真ん中亀裂。大丈夫、舐めて接着って言わない。これ緊張感あるね、これです。もし相手がいたらさ、お、家っぽい。あとここの角がなくなっちゃったぐらいか。そう、角が死んだ。やっぱ舐めたら薄くなって、針ちょっと刺しただけでポンってなった。
みんな一応もうできたの、うん、できた。すごいね。バリバリだけどすごい割れてる。で、舐めてやったんでしょ。そう、合うパーツを探すのもまあ至難の業だ。そうそう、ドナー探すの大変だよ。1回ゲームってドナーだったの。誰が一番綺麗にできたかって。あ、誰が一番飴のね、反対側は今んとこできた。よだれでなんかべちょべちょになってきたんだけど。ラジで隙間が多いし、もうさ、学生気分だよね。ジャージになった瞬間。そう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 。はい、私できました。お、一番。家の頭のてっぺんと家の端っこだけがちょっと割れちゃったけど。あ、家っぽい。ちゃんとなってるわ。どうなん、なってるくない。うん、なので1位でーす。みんなも一番最後とかそういう。確かに確かに、一番印象だね。しかも傘もなくなるから。私もほらいい感じでしょ。うん、いい感じ。画面越しに見たらどうなんて分かんないレベルでね。移植が完全に成功してる。移植、移植完了。ちょっとずつうまい。そう、ちょっとちょっとなんだけども、このあとちょっとが難しい。治療がね。もうキャンディー型の方が難しいかも。いや、難しいかも。これは難しいよ。そうだけどさ、うん、これってさ、立って立って横とかだから。確かに丸じゃないのよ。一応私これでいいや。はーい、キャンディードナー成功しました。視聴者に決めてもらおう。ハートと家とキャンディ ー, ディーどうですか。ドナー成功。次のゲームも楽しみに。楽しみに。何やるかな。鬼ごっこかな。あ、今日10分。みんな10分以内にドナーを探したから大成功。イエーイ。30秒ぐらいでみんな失敗してる。死んでるもん、ね、そう。一回手洗ってくるね、これ。うん、待って、それ何心理ゲームって。そうです。なんかさ、狼ゲームみたいなのあるじゃん。あ、ウルフ。イカゲーム第2弾。私そうなの。はい、お題に対してどう思いますか。うん、私は好き。うん、私も好き。あ、私も好き。小さい子大好きだ。ああ、今でも好きかな。あ、私も今も好き。だけど小さい子の時に好きだったかな。って言ったらさ、ラーメンの中にあるよね。ラーメンの中にあるよ。あると思うけど、なくはないかな。全色入ってるから。七味入れたら赤もあるし。そうだね。うん、麺とかね。卵とか、わかめとか。そうだけど、豊かにすればあるかもしれない。動物だよね。生きてるよね。生きてはないよね。ローレンっていうのが、いつの日か、見かけなくなったかもしれない。いつから見かけなくなったことあるの？生きてるし。生きてるんだけど。いつからいなくなった。私の後からね。記憶から消えたの？今でも好きなんだけど、いつからか好きじゃなくなったし、いつからかその存在がいなくなっちゃった。いつからかその存在がいなくなっちゃった。私分かった。完全にウルフがローレンで、うんうん、ローレンの答えも分かった。なんか分かったの？うん、分かっちゃった。いや、ティワの話で。あ、分かった。だってもう犯人分かったくない？絶対まあね。絶対まあね。犯人はせーのローレン。え、自分でも分かんの？自分が犯人って。分かってた。なんで？なんでかっていうと、うん、今でも好きとか言って、うん、いや今好きじゃないだろとか思って思ったんだ。二人は多分ドラえもんとかそっち系なのかなと思ったね。あ、サンタクロース。こちら、しますよ。しますよ。サンタ？サンタ。あとね、そっち系だなと思った。ローレンが、いつの頃か自分の中から消えてるって言ったから。いつからか、その存在がいなくなっちゃった。なんか妖精の類かなと思った。なんかピンク。しまじろってさ、もう、うちらの世代じゃないじゃん。そうだね。若い子じゃん。それいなくなるね。いなくなる。間違い。ちなみに、ラーメンの例えは最悪だから。待って、お二人同調しないか？いや、青と思って、モンスターピンクかと思った。楽しかった、これ。第2弾いく、うん、いいよ。ゲームに紛れて家食べてたし、私。つまみだよね。私からね。スタート。さっきよりなんか無駄が難しい。そうなの。難しい。これが上手な人はどんな印象がありますか？大人な世代じゃない？そうだね。大人な世代。ザ・日本ってイメージかな。
小さい頃から行った方がいいのかなって感じ。違う。もう違う。いや、わかるわかる。まあ、何事もそうじゃん、小さい頃から、うん。やっぱなんか芸術じゃないけど。そうだね。うん、感性的に。じゃあこれやってみたいと思いますか。私はやりたくない。私もやりたくない。ない難しいから。1回ならやってみたいかな。1回ね。まあ、でもさ、洋服着るの大変じゃん。まあ確かに厳しそう。厳しいと思う。一発じゃできないね。誰だこれ、難しいな。じゃあこれを極めるには何日間くらいかかると思いますか。まあでもそれこそローレンが言ったみたいな、子供の頃からね、小さい頃から教育じゃないかな。最低1年はかかるな。あれってでもみんなができることじゃなくない。みんなができないけど練習すれば、意欲があれば、うん、でもなんかあれ生まれ持った家系的なものもある。変化球でさ、家系じゃないともやってる人いない？いや、まあ確かにいる。いるの？いるいる。これ誰？私？うちらがさ、天皇陛下になれないのと一緒で、うん、そういうものなのかと思った。もうその家に生まれないとできないみたいな。うん、それはそうかもしんないけど、でも数人いるよね。家系じゃなくても、ね。家系じゃなくても。いるんだ。一人の人のお題は何だろう？確かに、うん、めっちゃ近いよね。近い近い。普通に語ってても全然出てないみたいな。そうそう、ちょっと怪しい気がするけど、なんか順番に印象的な声みたいなのをちょっと出してみよう。え、声ないと思う。でもポーズならある。ポーズじゃあ両手でやっちゃったらバレるかもしれないから片手だけやってみよう。片手のポーズ。私がせーの私も、うん、みたいな、うんうん、私は何やってんの。え、何やってんの。え、何それ。もう分かったね。せーの、タラちゃん。自分かな。何だったの答え。落語。落語か。電子の頭叩いてる。歌舞伎役者。歌舞伎。歌舞伎。時を持ったの。一人だって自分で思ったら、バレちゃいけないんだよ。バレちゃいけないのか。じゃあ私もこうやるべきか。そう。今日はみんなでイカゲームしてきました。どうですか、楽しかったですか。楽しかった。意外と難しかった。イカゲームの型抜きっていうより、もうペロペロのくっつけのイカするゲームみたいなになっちゃいました。美味しかったです。美味しかった。おじちゃんで全部食べちゃった。全部食べました。みんなもイカイカイカ。この動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録